お父さんにコーヒー買ってた。うん。え ?3 匹 ?4? 1、2、3、4。これちょっと勝てないじゃん。4匹で。そしたら来てくれ。4匹手伝って。ズシャーン。あ、電光石火一発で4匹全員いなくなった。パパ遊び始めちゃったよって。いいじゃん。シールは何だろう。そうだね、シールなんだ。お、ひっくり返してごらん。おう、何？お、シルタリス。シルタリス、あれだ、この間指人形買ったばっかりだ。うん、新しいやつ。うん、うん、リーク。パパ、ね、見て。ね、今リーブの瞬間ってみんな行くよ。そこにもいるよ、さん。誰だ？いた。エイフィット。エイフィット、リーフィアで全部揃ったと思うよ。エイブンの瞬間計画。パパ、木に住んでたじゃん、木。リーフィア？そうだっけ。うん、映画からのかい。うん、あまりよく覚えてるね。それぞれみんなね、違うとこに住んでたもんね。うん、そうだそう。グレーシア氷のとこ。そう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 、またあれ見よっか。確か DVD あって。リーフィア。ネブスター恥ずかしがり屋なんだ。ネブスター恥ずかしがり屋で可愛かったね。うん。ブースターは本能に。そうだね。みんなそれぞれお家の特徴があってね。ブラッキーは洞窟に住んでた。そうだそうだそうだ。おお、来た。可愛い。すんごい可愛い。リーフィア。木でお昼寝してた。木でお昼寝してた。かわいい。光合成をして綺麗な空気を作り出すと言われているリーフィア。若い頃はツンとくる青臭い匂いを放ち、年老いることで落ち葉のような匂いに変わると言われています。とってもかわいいポケモンですね。これで全部揃った。とりあえずは。うん。でもみんな EV について来てくれたんだよね。そうだ。行こう。で、水に行って、シャワーしたい。うん、かわいい。チョコボ美味しかった？あ、いた。ブラッキーそっちね。リーフィアいた。そっちにいっぱいいる。これと、リーフィアと。いいね。グレイシアもいたし、エイフィーも。あー、なるほどね。エイフィーここにいるもんね。うん、マップにね。EV のお家は？EV ここにいるよ、マップには。いいね。ブースターは、おお、ブースター。あ、ちっちゃいのいた。家族。ルイージはリーフィア。ブースター、マリオ。いいじゃん。お、女の子と女の子。女の子なの？いたついほら、女の子。あ、ピンクってこと。女の子。いいじゃん、ピンクコンビ。恐竜島。恐竜島？なんか見えるよ、そこに。勝負。パパ？はい。ドラパルト。ドラパルトあった？うん。何？あ、本当だ。首ないや。あ、なつか、カブト防具。どうやってつける？カブト防具面白いんだよね。黄金お肉わがた。そうだ。そう。どれ捨てちゃうか。殻はここの。これもあるよ、ほら。ここはここ。そこ？この中に入ってない？バトル防具。全部入ってると思うよ。あ、これ、ほら、背中。か。いいよ、勝負しよう。いや。溶けたよ。ぬる。黄金鬼対ギラファ。こっち負けるだろうな。ねえ、どうだろう。ねえ、今日これあったじゃん。そう、いっぱいね。ここ持ったじゃん。そうそう、カブトムシいっぱい成虫になったもんね。うん。そう。くっついた。そうそうそう。不切なくっついちゃうね。爪痛かったじゃん。あれが愛国の虫だったらもうよ、血だらけになっちゃうからね。うん、持たせられないわ。さあ、カブトムシ対黄金鬼クワガタ。ファイト。押し出し。
勝つのは黄金鬼クワガタか、押し出し。いくよー。うおい、珍しい残り湯勝った。勝ったー。どら。どら。セミも入った。これ、見てもらって。かわいい。ゲーム買った時の。じゃあ今日これやろう。うん。タイムゲイザー。うん。あとこれ遊戯王とかデュエマとか。まあいろいろあるんだけど、ちょっと待ってね。あ、ピカチュウだ。タイムゲイザー。何パックある？そこ何個ある？1、2、3。3パックしかない？うん。あ、5パックある。じゃあタイムゲイザー今日行こうか。うん。オッケーオッケー。あ、ワシボ不安定マンタイン、フォックスライ、欲張りっす。あ、もう可愛いのが見えてますね。はい、ふたち丸。あ、なんかいた。何それ。あー、これ何、あれ、この子なんだっけ。ポケモン分かんない。全然あ、ワシボ嘘つき。お、光のゲーム。あー、翡翠地方だ。いいね。あ、トレッキングシューズ。ポケモンカードパパちょっと真面目に始めるから。ルール覚えて。あの、集めるだけじゃなくて。落雷。なんかピカピカ。あ、コジョンド来たよ。コジョンド。レアコイル。あー、ラムパルロか。トレッキングシューズ2回目。レアコイル。もうレアコイルが開花を出しました。ニョロゾクチート。あ、リーフィアだ。あ、今日もこれね。ニョロボ、石持ってる。すごい。お、今日もこれで買ったリーフィア。1パック目いいよ。5パック目かな。 5パック目。あ、さあ、糸丸ハシガリス。あ、かわいいミジマル。おー、オリジンディアルが V 来た。レジスチル。すごい。これうち初めてじゃない？うん。オリジンパルキあるよ。どこら辺だっけね、あの。オリジンパルキアだ、ディアルガは。なんか越してた。越した？あ、越した？なんか越してた。まだ越してた。どこら辺だっけな、オリジンパルキアだ、ディアルガは。ちょっと待って。違うね。うん。あ、ほら。席とか貝がいるからここら辺じゃないか。うん、オリジンディアルガだ、パルキアはどこら辺に入ってたっけな。入れてなかったっけ。あ、いた。お、当たってたじゃん。 V スターは持って V 持ってなかったんじゃない。うん、あ、じゃあいいじゃん。これ一応ほらスリーブに入れて。どこに入れる。はい、上手です。で、これこそ中に。どこ行きます。オリジンパルキアいっぱいあるから取るか。うん、ちょっとこれ取って、これかぶりでか、ここ入れとく。うん、なぜか真ん中に2個オリジン。うん、 V と V スターいいんじゃない。 V 持ってなかった。うん、黄色いよこれねー。というわけで今回は2023年5月発売のモンコレ、リーフィアが仲間入りしたことで EV ファミリー、EV の進化ポケモン8種類すべて我が家揃えました。EV の進化ポケモンといえば、第1世代でまずはサンダース、ブースター、シャワーズの3種類、そして第2世代目以降ではブラッキーとエイフィが加わって計5種類になり、第4世代目以降ではリーフィアとグレイシアが加わって全部で7種類になりまして、そして第6世代目以降でこのニーフィアが加わったことで進化パターンが今のところ8種類と、今後まだまだ増えるかもしれないですよね。どんな進化パターンが増えるのかね、楽しみですね。今後もですね、モンコレ、次は元トカゲですね、6月に発売予定でございます。余談なんですけれども、今回のリーフィア発売と同時にサンダースの新しいポージングの新しい形のモンコレも出ておりました。でもうちに持っていたのでね、今回サンダースの購入は見送りました。我が子からですね、あの、欲しいとかっていうリクエストがあれば後々もしかしたら買うかもしれないですけどもね。そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。